三弱地域の中心都市、セルビア領の伸びパザル旧市街。モスクのミナレットが見られる、トルコ風の街並みとなっている。三弱、または、ラシュカは、セルビアとモンテネグロの国境にまたがって広がる地域の名称。イスラム教徒、ボシュニャク人が多い地域として知られる。その名称は1912年のバルカン戦争まで、この地を支配した。 オスマン帝国の地域区分である家にパザル三尺に由来する。なお、イスラム教徒の南西スラブ人を主体とする、ボシュニャク人という民族辞任は主に、ボスニアヘルツェゴビナ成立後に始まったものであるが、本校ではボスニアヘルツェゴビナ成立以前の歴史的な記述においては、イスラム教徒の南西スラブ人を表す、ボシュニャク人の呼称は、断りなく使用する。 三弱の自治体。セルビアとモンテネグロの国境をまたいで、その両側に三弱地方は広がっている。この地域の名称は、ノビパザル三弱、あるいは単に三弱と呼ばれ、この地域に住む四つの主要な民族である、セルビア人、モンテネグロ人、ボシュニャク人、民族的ムスリムのいずれにも共通である。時に、セルビア人は、 ラシュカ州と呼ぶこともある。国際的には、ノビ・パザル三弱として知られ、三弱とはトルコ語で剣を意味する語である。地域は、北西のボスニア・ヘルセゴビナ国境から、南東のコソボ国境にかけて伸び、その面積は8403平方キロメートルである。セルビア側には、ノビ・パザル、シェニツァ、トゥティン、プリエ・ポリエ、ノバ・バロシュ、プリボイの6つの自治体がある。 モンテネグロ側には、プリエブリャ、ビエロポリエ、ベラネ、ロジャイエ、プラブの5つの自治体がある。モンテネグロのアンドリーエビツァが三弱に含まれる場合もある。三弱で最大の都市は、ノビパザルであり、その他には、プリエブリャ、プリボイなどがある。セルビアでは、それぞれノビパザル及び、トゥッティン自治体は、ラシュカ軍、シェニツァ、プリエポリエ、ノバ。バロシュ、プリボイは、 ズラティボル軍の一部となっている。知られている地域で最古の居住者はトラキア人であった。紀元1世紀、この地域はローマ帝国に征服され、6世紀から7世紀にかけてスラブ人、セルビア人の部族が住むようになった。中世において、この地域はセルビア人の国家、ラシュカとなった。ラシュカの首都アラスであり、現在のノビパザルの場所に位置していた。 地域はその後も15世紀にオスマン帝国に征服されるまでの間はセルビア人国家の所領であった。オスマン帝国の支配下ではノビパザル山脈はボスニア州の一部であったが1878年にコソボ州の一部となった。1878年のベルリン会議によってオーストリア・ハンガリー帝国軍の山脈への駐留が認められ、 1909年まで続いた。1912年10月、三尺はバルカン戦争においてセルビア及びモンテネグロの軍に制圧され、セルビアとモンテネグロによって分割された。多くのボッシュニャク人及びアルバニア人のイスラム教徒の住民がセルビアモンテネグロ当局の弾圧を逃れ難民としてトルコへ脱出した。 イスラム教徒のトルコへの脱出は1912年から1970年頃まで続いた。現在トルコに住む100万人以上の住民が三弱出身者かその子孫である。トルコにはエディルネ、イスタンブール、アダパザル、ブルサ、サムスンなどやその周辺に複数の三弱出身の母子ニ人の入植地がある。 第一次世界大戦の1914年から1918年までの間、三尺はオーストリア・ハンガリー帝国の占領下に置かれた。1918年、ユーゴスラビアの前身であるセルブ・クロアート・スロベーン王国の成立に先立ってセルビアとモンテネグロが統合した。1929年から1941年までの間、 三弱は新設されたユーゴスラビアのゼタバノビナ州に組み込まれ、その州とはゼティニエであった。三弱の大部分は第二次世界大戦時にはイタリアの占領下に置かれ、その多くはイタリアが支配するモンテネグロ行政区に編入された。1943年にイタリアが敗戦してからはナチスドイツの占領下に置かれた。終戦後、 三弱は再び1913年の分割協定に基づいてセルビアとモンテネグロによって分割された。1990年代のユーゴスラビア紛争では三弱はほぼ無傷のまま残された。しかしながら、その中でもボスニア紛争やコソボ紛争では住民の間に民族間の緊張関係をもたらし、またコソボ紛争では NATO による空爆を招いた。 三弱のボッシュニャク人の政党によれば、圧迫や警察による従林から逃れて、およそ6万人から8万人のボッシュニャク人が、紛争期間中にこの地域を去った。1992年から1995年までの間、多くのボッシュニャク人に対する集団殺戮が発生し、その中でも特筆すべきものとしては、プリボイ近くのシェベリンや、プリエブリャ近くのブコビツァ。 プリエポリエ近くのシュトルプツなどでの事例がある。2000年のセルビアの民主化によって、ボシュニャク人は、セルビア・モンテネグロで政治に加わることができるようになった。その中には、ボシュニャク人で、セルビア・モンテネグロ連邦の大臣になったラッシムリアイッチ、や、モンテネグロ議会の副議長となった、リファとラストデルなどがいる。統計調査によると、この開発途上の地域からは、 全民族で共通した人口流出が見られる。ボスニア・ヘルツェゴビナとコソボとを結ぶセルビア・モンテネグロ間の国境沿いに広がる三弱地方にはイスラム教徒が居住していることがわかる。三弱に住むボシュニャク人の三分の二は古くからのモンテネグロ本国に起源を持っており、1687年にオスマン帝国がコトルの戦いに敗れた後、 モンテネグロを脱出し三弱に移った。モンテネグロでのイスラム回収者に対する根絶により、イスラム教徒の三弱への脱出はその後も続いた。これに、1687年以降、及び1740年以降の2波に及んで、三弱の聖教徒がセルビア及び、ハプスブルク領ボイボディナに移動したことによる。 正教徒の人口減が加わったことが三弱のイスラム人口比率の増加に拍車をかけた。1858年からベルリン条約でモンテネグロの独立が認められた1878年にかけてモンテネグロでの人口急増を背景に多くのモンテネグロ人の国外への移住が起こった。 1878年以降、わずか20家族のボシュニャク人がニクシッチに止まり、コラシン、スプジ、グラホブなどでは、ボシュニャク人の人口は、失われた。さらにバルカン戦争によって、三弱及びメトヒアの一部をモンテネグロが、オスマン帝国から獲得した1912年には、私族構成のモンテネグロの軍が南三弱を飛び、 メトヒアに住む1万2000人のボ主ュニ人を呼び、アルバニア人を正教会へと回収させた。しかしながら、国際的な圧力によって、信仰の自由が公的にアナウンスされると、正教会への回収者のほぼ全部、少なくとも確実に2家族は1913年には、イスラムに、再び回収した。最後の大きな民族間の事件は1924年に、 シャホビチで起こった、モンテネグロ人の民衆によって数百人に上る、ボシュニャク人が殺害される、集団殺戮であった。これは、ボシュニャク人の犯罪者が、地元のモンテネグロ人の英雄を殺害したとする、主張のもと起こったが、この主張は一説によれば完全に誤りであった。ボシュニャク人のうち二十数パーセントは、 モンテネグロに近い北アルバニアのカトリック教徒の士族に起源を持っている。彼らの多くはオスマン帝国統治下の18世紀初頭にマレシアシュコドラ地方から移住した。一部には聖教徒が三尺を脱出し希薄になった人口を補充する目的があった。19世紀の末にはこれらのアルバニア人はほぼ全てイスラムに改宗し、モンテネグロ本国から脱出してきた。 ボシュニャク人に同化していった。しかし、彼らの多くは、多くのアルバニア人の伝統を受け継ぎ、特に三弱西部で顕著である。アルバニア人に起源を持つ、ボシュニャク人の老人には、現在でも流暢なアルバニア語を喋る者もいる。その他の三弱のボシュニャク人は、複数の他の場所から三弱にたどり着いている。地元のトルコ人の支配者や軍人との根結は、 自然に工場的に起こっていた。いくらかのボッシュニャク人は、オスマン帝国がサバガワイ北の土地をオーストリアトルコ戦争で全て失った1687年以降にスラボニア地方から移り住んだ。さらに、多くが1976年にセルビア人によってオーストリアハンガリー帝国及びイスラム教徒住民に対して起こされた。 ヘルツェゴビナの反乱以降に三弱に移っている。さらに、ベルリン会議によってボスニア及びヘルツェゴビナがオーストリア・ハンガリー帝国の支配下となって以降、これらの地域からも移住があった。最後の大規模な移住は、1908年に公式にオーストリア・ハンガリー帝国がボスニア・ヘルツェゴビナを併合した時で、現地のボシュニャク人と、 彼らの守護者であるオスマン帝国の当局の間の結びつきが切れたことによる。セルビア人はセルビア領三尺の西部及びモンテネグロ領三尺で多数派となっている。モンテネグロ領三尺のプリエブリアの町はモンテネグロ領三尺でセルビアが多数派となっている最大の町である。三尺でのセルビア人の歴史と文化の広がりの痕跡は多く見られる。 その中には、セルビア正教会の修道院があり、ノビパザル近郊のジュルジェビストポビ修道院、ベラネ近郊のジュルジェビストポビ修道院、ソポチャに、ツルナレカ、クマニツァ、ダビドビツァ、プスティニア、ミレシェバ、ドゥブニツァ、ウバツの各修道院がある。親友ゴスラビア、セルビア・モンテネグロの時代には、三弱出身のボシュニャク人の政治家には、 三弱の自治を求めるものもあった。最も急進的な主張では、三弱をセルビア及び、モンテネグロから切り離し、ユーゴスラビア連邦の枠内での対等の地位を有する、共和国とする要求もあった。セルビアとモンテネグロがそれぞれ独立し分離してからは、三弱は二つの独立国に分断された状態となり、三弱の自治を求める主張は、 国境線の変更を要するものとなった。ボシュニャク人が多数派を形成するのは、セルビア領三尺東部の三自治体、及び、モンテネグロ領三尺東部の二自治体に止まり、また、セルビア人及び、モンテネグロ人は、三尺の自治には反対の立場であることから、これらを包含する三尺が近く自治権を獲得する、見通しはない。 セルビア・モンテネグロのボッシュニャク人評議会は、運法において1993年以降三弱地域を代表していた。コソボのセルビアからの分離により、再び三弱問題が注目され、三弱で自治を目指す運動が起こるかどうか注目されている。2002年のセルビアの調査、及び2003年のモンテネグロの調査に基づいた、三弱の民族分布。 この自治体ごとに多数派となっている民族を色分けして表示。黄色はセルビア人が多数派、緑はボシュニャク人が多数派であることを示す。水色の自治体は特定の多数派が存在せず、その中でセルビア人が相対多数となっている。セルビア及びモンテネグロの2002年及び2003年の人口調査によると、 三弱地域全体の人口は42万259人であった。内セルビア領の部分は23万5567人、モンテネグロ領の部分は18万4692人であった。この調査によると、ボシュニャクジ及び民族的ムスリムの人口は合わせて22万65、で、三弱の人口全体の52.36%であった。 三弱の民族別人口、セルビア領三弱の民族別人口、モンテネグロ領三弱の民族別人口、ボシュニャクビトが多数派を占める、自治体、トゥティン、ロジャイエ、ノビパザル、シェニツァ、プラブセルビア人が多数派を占める、自治体、ノババロシュ、プリボイ、プリエブリア、プリエポリエ。特定の民族が多数派を形成せず、うちセルビア人が、 相対多数となる自治体、ビエロポリエ、ベラネ、それぞれの自治体における、ボシュニャク人の割合は次の通り、それぞれの自治体における民族的ムスリムの割合は、次の通り、それぞれの自治体における、セルビア人の割合は次の通り、それぞれの自治体における、モンテネグロ人の割合は次の通り、ボシュニャク人の大半は1991年の調査では、自身を、 民族的ムスリムとしている。2002年、2003年の調査では、彼らの大半は、ボ種ュニ人であると回答する。一方、依然、自身の民族名を、民族的ムスリムとしている者も,もいる。また、1991年の調査では、三尺のモンテネグロ側のセルビア人の多くは、自身を、モンテネグロ人としたが、2003年の調査では、 セルビア人としたものが多かった。1948年のユーゴスラビア連邦による人口調査では、三弱のセルビア側では、セルビア人の93%が、セルビア人、モンテネグロ側では91%が、モンテネグロ人と回答した。イスラム教徒は、プリボイ、およびノビーパザルで人口の多数を占め、ベラネでは、最も少なかった。ただし、 この調査では、当時のスラブ系イスラム教徒の多くが自身を、セルビア人、あるいは、モンテネグロ人と回答していた点に留意されたい。他の民族は、主にベラネ、そして少数がシェニツァ、ノバ・バロシュ、ノビ・パザルなどに見られた一方、プリーボイには、他の民族は見られなかった。合計から34万5496、地区別には、この調査では、 スラブ系イスラム教徒の多くが自身をセルビア人、モンテネグロ人、トルコ人、ユーゴスラビア人と回答していることに留意。BBC ニュースクッドバルカンブレイク、アップコンティニュー。ありがとうございます。